逆イールド観察隊隊長いちきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、逆イールド解消まで株価が上昇するんだったら、今買うべき株は、エヌビ o ィア、マイクロソフト、Google、a m a z o n a p p l e テスラ、各2倍ブル。どれが一番いいのかな、ということをね、考えていきたいと思います。そして新たなね、レバレッジ ETF 商品の 魅力というところもね、えー、再発見ということで、それではスタートです。ぼ、ぼ、ぼ,ぼらは逆イールド観察隊。42年ぶりの大逆イールドから。 アメリカ観測史上最大の大の逆イールドに、ね、進化しておりますこの逆イールド、期間が長ければ長いほど、その後、アメリカはリセッション入り、そして株の暴落につながっていくというふうになっていると。 うん、そうなのかという、ねえー、ことになります。ただ、今回の逆イールド解消後に暴落が来るかどうか、それは誰にも分かりません。ただし、暴落が来る可能性があるんだったら、それに対して対策を打っていこうということで、メンバーシップの方を立ち上げております。メンバーシップの会員さんとともにね、転ばぬ先の杖、暴落が来てもしっかりとね、自分の資産を守っていく、いや、増やしていくという活動をしております。 賛同していただける方のみね、お待ちしております。40歳から60歳世代が失敗しないニーサ投資、クレカとパテヤ食とホテルというね、チャンネルの方も始めております。平日はニーサと。 米国株式投資に対して、ま、いろいろなね、角度からアプローチしております。まあ、このね、チャンネルは基本はレバレッジ型の商品を取り扱っていくということになりますので、まあ、それ以外の商品ということで、今ね、説明欄に URL を貼らせていただいているのが、新ニーサ対象高リターン投資信託ランキング2024年2月ということになってますので、まあ、ーサーのね、商品、 このチャンネルをね、見てる人は、ファングプラス、もしくは2244、えー、もしくは M7 などをね、選ばれる方が多いと思いますけれど、まあ、それ以外のね、えー、商品、どんなのがあるんだ、っていうのをね、見ていただければと。えー、このお資し、新宅ランキング、2月度は、なんとファングプラスは入っておりません。というね、えー、ことになってます。県外ということで、めっちゃね、 上昇していた投資信託があると。ファングプラスよりも上昇していた投資信託があるということになっておりますので、まあ、これをね、使う、使わないっていうのは別として、世の中ファングプラスよりもね、リターン出てる商品ってこんなにあるんだなというのを見ていただければと思います。はい。それではね、NVIDIA2 倍ブルから見ていきたいと思います。 今年の3月に49ドル21セント、最高値の方をつけております。ということなんでね、今高値圏内にいてる商品ということになっておりますので、まあ最低ね、34ドル45セント、できれば29ドル53セントまでね、調整が入った時に狙っていきたい商品ということになっておりまして、現在は40ドル29セントと、まだまだね、お高い圏内にいてるということになりますので、まあ私のチャンネルではね、高値圏内 似てる商品は買わないといととうことがあります安くなっている商品を選んでいきましょうということになりますので、NVIDIA、2倍ブル、こちらはねまだその時ではないと。さあ、続きまして、マイクロソフトですね。こちらの方もね、今年の3月に最高値の方を更新しております。47ドル62セントと。 まあやっぱりね、ここも33ドル34セント、できれば28ドル57セントまでね、下がった時に手を出していきたいと。まあなんといってもね、今45ドル57セントですから、今年のね、最高値が47ドル62セントで、わずかしか下がっていないということになりますので、こんな高値圏内で買ってはいけないと。 さあ、続きまして、えー、グーグル2倍ブルいに、ね、なっております。えー、こちらは今年の1月にね、えー、最高値をつけまして、そして、えー、今ね、えー、そこからちょこっと落ちているところと、最高値が36ドル41セント。現在の株価が35ドル82セントということでね、なってますから、まあ、こちらも手を出しづらいと。まあ、最低25ドル49セント。できれば21ドル85セントまでね、 しっかりと下がってから手を出していくということですね。はい、こちらは Amazon です。Amazon はね、今年の4月に最高値を更新したばかりということでね、ついこの間です。ということで、最高値が34ドル97セント。今の 価格が34ドル82セントということに、ね、なっていきますので、こんなところでね、飛び乗って高値上掴みした日にはね、目も当てられないということになりますので、最低24ドル48セント、できれば20ドル98セント、ここまでね、下がるまで待ちたいと思います。まあ、やっぱりこうやってね、見るとガーファムなどのね、言われてるだけある M7 とかね、言われてるだけある株式たちっていうのは、なかなか、ね 価格がと、ね、と上昇してていってるとただね、あるんですよ。出遅れ組がということで。はい、こちら、アップル2倍ブルーの方になってます、えー。最高値がね、2023年7月なんですよね。今までの商品っていうのは、今年に入ってから最高値っていうのを更新していってるんですけれど、アップルは2023年のね、7月から置いてけぼりと。 いうことになっております。今の価格が22ドル12セントということになっています。ちょっとこれね、週足で見てますんで、冷足の方にしてみます。はい、日足の方にね、してきました。まあ、こうなってくるとね、そろそろバンドウォーク起こすか起こさないかのね、瀬戸際ということになっておりますので、バンドウォークが起きて、そしてそのね、底ついてレンジに入ったところがエントリーポイント。 1> 1段目とということになっておりますので、まあ今週から来週にかけてしっかりとねバンドウォークが起こるのかどうかこれは私がね毎日アメリカの株式のマーケットが開いてるときにライブ放送をかけてますんでねそちらの方で皆さんと観測していきたいとライブ放送の楽しみが増えました。 え続きまして、えー、テスラ2倍ブルー。こちらもね、えー、週足の方で見ております。まあ、こうやって見ますと、えー、しっかりと下落しておりますし、まあ、こちらのね、商品の方も2023年7月の価格を、まあ、未だにね、えー、超えれていないということになってます。えー、ただ、週足で見るとね、まだレンジに入ってるというような状態なんですけれども、日足の方でね、えー、見ますと、なんと、えー、バンドオークをね、えー、起こしそうな雰囲気になっていると。 いうことになりますので、まあ、ここは、ね、2、3日様子を見てバンドウォークがこのまま起こっていくようであればエントリーポイントバンドウォークが終わってから考えるとそしてこのまま、ね、ボリンジャーバンドマイナス2シグマには弾かれるように、ね、ここがサポートラインとなって上昇していくようであればレンジに戻ったところで少し変えたいと。 まあ、7ドル前半が勝負どころかなというふうにはね、思っているんですけれど。さあ、こちらの方もね、どうなっていくのか、ライブ放送の方のね、楽しみ第2弾ということになっております。まあ、今ね、選ぶべき株ということで考えていきますと、まあ、やはりね、今年に入ってから最高値を超えれていないアップル、そしてテスラ、ここがね、狙い目になってくるんじゃないのかなと思ってます。 レバレッジ ETF のね、新たな可能性ということで、まあ、私のチャンネルはね、レバレッジ型の商品に特化したチャンネルということになっていますんで、レバレッジ ETF のね、楽しみ方ということをね、まあ、皆さんと共有していきたいなというふうに思っています。まあ、このね、商品、NVIDIA、Microsoft、Google、Amazon、Apple、t こちらの方の商品、なんとね、NVIDIA だけが運営会社さんが違いますんで、分配金の、ね、出るタイミングとかもね、少し違ってくる。 とということになっておりますただねエレベレッジ ETF の新たな可能性というのはキャピタル株式のね上昇の利益をね 食っていくだけではなくて、インカム、分配金の方もね、えー、しっかりといただけるということになりますので、分配金をしっかりといただきながらね、ねキャピタルゲイン、えー、株価上昇を待って、えー、しっかりと利格していくというね、えー、楽しみ方ができると。えー、こちら私がね今保有しております、えー、テスラ2倍ブルと、まあ、この当時は1.5倍ブルでした。今235株まで増えております。えー、トータルリターンはマイナス58.43%と、レバレッジが逆 噴射しているという状態になっておりますけれども、まあ、レバレッジが逆噴火しているというより、テスラが価格を落としているだけなんですけれど、まあ、これね、意外とお高値上扱みしているという状態なんですけれど、まあ、2023年7月から保有しておりますので、なんとね、私は2023年の9月から分配金の方をいただいております。税引き価格の方で見ていきますね。税引き価格で、2023年9月の28日は17ドル69セント。 この時は219株ありました。 そして、2023年12月18日ですね。こちらの方は224株に増えまして、なんとね、この時はめっちゃ分配金がいただけたということで、48ドル82セント。そして、年が変わりまして、1月5日にもね、いただいてるんですよね。20ドル51セント。そして、3月の28日、この前ですよね、いただいたのが12ドル9セントということになっておりまして、 累計99ドル92セントいただいてるということになっております。まあもちろんね、今トータルリターンがマイナスになってますから、まあこれらのね、分配金が入ってきても焼け石に水じゃないかと思われますけれども、今安くなっているテスラブルの商品をどん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 買い増しをしていって、そしてね、プラテンしていって、 区のを待ってまあ、えー、テスラですから、そのうちプラテンになりますんで、プラテンになったら今までもらった分配金も全てリターンプラスに乗せることができるということにね。なっていくんで、これテスラの本体の方では分配金出ませんので、レバレッジ商品のありがたいね、えー、特有でしょとでね。たまにこの分配金ね。安い低減してるところから出てるんだよ。とかね。わけわからないこと言う人が言ってるんですけれど、運営会社さんの利益から出ていると。 いうことになってますんでね、利益の出どころっていうのはね、はっきりと把握していった方がいいですよと、えー、自分が出したお金を、えー、返してもらってるんではないということですよね。えー、なんでかというと、えー、テスラの2倍ぐルの商品っていうのは、えー、もちろん、えー、マイナスのトータルリターンですから、まあそういう、ね、錯覚を起こす人がいてるのかもしれませんけれど、えー、こちら私が保有しておりますレバナースの一部です。口座をね、えー、複数個持っておりますので、えー、こちらの商品 商品を見ていただきますと、今ね、私が保有しておりますレバダスの平均取得価格が2万3807円ですね。そして基準価格が3万6897円についているということですから、トータルリターンがプラス54.98%、24万2854円で、ね、利益が出ているというふうになります。この状態でもね、 アイフリーレバナス1、ナスダック100、レバナスっていうのは、えー、再投資を選んでおりますので、毎回毎回ね、分配金、配当金が出たときに、まあ、どん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 と、この、えー、私の持っているレバナスの中に再投資されていくということに、ねえー、なっていきます。こういう状態になれば、あとは稼ぎ放題でしょうということです。プラテンするまで耐えれない人が多すぎるわけですよね。えー、このレバナスになるまででも、しっかりと投資し続けたわけですから、 ね、えー、この状態になれば、もう勝ち逃げ確定と、あとは、えー、配当金分配金が、レバナスの場合は再投資されてしまいますんで、まあ自分でね、いくら入ってきてるのかっていうのはね、なかなかわかりませんけれど、えー、こちらの方に ETF 商品の方ですと、まあしっかりとね、えー、毎回毎回いくら入ってきてるのか、楽天証券だったらわかると。ちょっとマネ、ね、クス証券ではね、どっから出したらいいのかまだ未だによく分かっていないという状態ですけれども、まあしっかりとね、 え、リターンを得ることがね、できているということでね、イメージをしていただくのは、この分配金をこうやってしっかりともらっていきながらね、このようなプラスのトータルリターンになるまで、スポット購入をしていきながら、株数を増やしていきながらね、分配金をもらっていって待つと、プラテンしてトータルリターンがたっぷり乗ったら、我々の価値ということになります。株はね、 安く買い、高くなったら売るというね。もうこれはもう基本ですから。えー、損益マイナスでも分配金もらいながら買いましし、プラスを目指すということで。損益分岐点っていうのは必ず来ます。株っていうのは下げっぱなしということはありませんのでね。もちろん、い月セレクト商品のみの。 いうことになるんですけれども、皆さん忘れてませんかということで、NVIDIA、Microsoft、Google、Amazon、Apple、Tesla。今回取り上げたこの企業っていうのは、どの企業を選んでも世界トップクラスの企業です。その辺のね。 ヘッポコ企業と同じにしてはいけないということで、私はいつも思うんですけれどね、NVIDIA がね、まあ今は最高値超えていってますけれど、一時期終わったとかね、えー、Google とか Amazon とかも、えー、去年とか一昨年ぐらいまでは、あまりいいように言われてなかったわけですよね。で、今年は Apple、Tesla の番になっているというような状態なんですけれど、いやー。 中小企業に働いてる。もしくは私のようなフリーランサー。もしくはね、ローソンやセブンイレブンでアルバイトしてるね、人たちが、アップルは終わったとかね、テスラは終わったとかっていう人いてるんですよね。あんた何言ってるのと。あんたがね、働いてるそのね、コンビニ。えまあもちろんね、えー フランチャイズのね、親玉の方で働いてるんだったらね、まだしも、フランチャイズでね、個人のね、オーナーさんが買い取ってやってるようなね、ちっぽけなコンビニなんでね、いつ潰れるかわからないよと。アップルテスラ終わった、いや、終わるんだったらあんたのコンビニ先潰れてるというね、ことを分かっていないと。この世界最高峰の企業たちに投資をしているんだということで、価値あるね、ものが株価だけ下がっている。 まあそういう時がね、チャンスでしっかりと拾い集めていくというのがね、まあ価値パターンになっていくと。あの、コツコツドッカーンっていう言葉がありますけれど、コツコツ分配金をもらいながら、トータルリターン100%、200%、300%になっていく商品たち、それが 今回ご紹介させていただいてます。NVIDIA、マイクロソフト、Google、a m a z o n a p p l e テスラの2倍ブルの商品たちということになりますので、コツコツ分配金をもらいながら、ドッカーンと100%、200%のね、利益をで取っていきましょうと。ただ私はテスラ、そこまでね、爆益は狙ってません。50%から80%ぐらいになったらね、売りたいな、なんていうふうには思ってますけれども、30%の利益でも、 ね、100万円入れてて30%の利益30万取れるのと、10万円入れていて 30%3 万円の利益取れるのと、ではね、違いますので、まあ、このあたりのバランスをね、取っていきながら、テスラの方の売却を夢見つつ、今は安くなっているテスラをただひたすらね、購入したいなというふうに考えております。さあ、しっかり購入できるのかどうか、それはバンドウォークが終わるのか終わらないのかを見定めていかないといけない。 ということになりますので、ライブ放送でね、毎日チェックしていきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。